皆さんこんにちは、かっちゃんです。オムリアイスということで、今日は先日すごいねオムライスを食べたくなって、ちょっとオムライス作ろうかなと思って、家にご飯と卵とパスタソースがあったんですけど、パスタソースでこうリゾットを使ってオムライスの中に入れたら美味しいんじゃないかなと思って作ってみたら、すごくね美味しかったので、安価で少ない材料なのにめちゃくちゃ美味しく作れるリゾットオムライスを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。ではまずボウルにお好みのパスタソースを 80g 加えていきます。今回はカルボナーラソースとミートソースの2種類で作っていこうかなと思います。パスタソースをボウルに入れたら水大さじ3を加え混ぜ合わせ、ご飯 170g を加えラップをして600ワットの電子レンジで2分ほど加熱し、ソースとご飯が温まったら軽く塩コショウで味を整えて、ご飯とソースを合わせていきます。リゾットが出来上がったら、フライパンにバターまたはマーガリンを加え、溶かしながらフライパンを温めていきます。では温めて、卵液を箸で落とした時にすぐにシューッと線引く程度までしっかり温めたら、溶き卵を2個分流し入れていきます。では入れたらすぐに全体を混ぜて、卵液をしっかり全体に広げたら火を消して、合わせておいたリゾットを上にのせていきます。少しね手前を開けるような感じでご飯を全体に広げたら、手前の卵を少しご飯にかぶせてトン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 とするようにやってると、どんどんねこう卵が吸ってくるので、もう限界かなくらいまで卵を寄せたら、卵を返して軽く火にかけながら形を整えていきます。ではそこの卵液くっついてきたら完成なので、お皿に盛り付けていきます。ヘイトフー、必死。はい、ではあとキッチンペーパーで両端を押さえて包みながら形をきれいに整えていきます。はい、ではこんな感じでミートソースバージョン焼き上がりました。ではカルボナーラバージョンも同様に焼いていきます。はい、では焼き上がったら残っているパスタソースにこのままかけると気持ち味濃いので、水を大さじ2分の1ほど合わせて、600ワットの電子レンジで30秒ほど加熱し、ソースを温めたら出来上がったオムライスの上にかけていきます。では最後上に乾燥のパセリを散らしていきます。 OK。
ではこんな感じで節約お手軽材料で洋食屋さん並みの味リゾットオムライスの完成です。今こんな感じにできました。はい、では今回はパスタソースを使いながら簡単節約絶品リゾットオムライスを作ってみました。それでは本日はイオンで買った野菜生活っぽいジュースで乾杯。乾杯。くー、ベジタリー。じゃあ早速いただきましょう。今回はこの間すごいオムライスが食べたくて、オムライスっていうとこう普通のねチキンライスが中に入ってるイメージがあるんですけど、リゾットを入れたらめちゃくちゃ美味しいんじゃないかなと思って作ったらすごく美味しかったので、今回パスタソース使いながら作ってみました。じゃあまずこっちのねカルボナーラからいただきましょう。ちょっとこうソースをね絡めつつ食べてみてください。いただきます。オムリゾ、美味しいわ。ご飯とパスタソース、あとはねちょっとお水を足してあげて一緒に耐熱容器に入れてレンジでチンするだけで簡単に美味しいリゾットが作れて、まあ、ほんとこれね思いつきでなんかこうオムライスのように卵で包んだら美味しいんじゃないかなと思って作ってみたんですけど、中はトロッとしたこのリゾットの感じと外のふわふわの卵がすごく美味しいレシピになってます。うん、ほんとパスタソース一つで味がしっかり決まって、なんか家にこうなんか調味料ないなとか何もないって時でもすごく簡単に美味しく作れると思います。でちょっとこうソースの種類とかの商品によって若干こう水分の多さとか味の濃さとか前後すると思うので、少しこう合わせた時に味見ながら調節してぜひ作ってみてください。で外側の卵も卵2個しっかり使いながら、まあ、最初強火でしっかり温めたフライパンに卵を入れて、まあ、あとはそこにご飯乗せて、ちょっとこう昔ながらっぽいねオムライスの感じが見た目も豪華に美味しく食べれると思います。じゃこっちのミートソースバージョンもいってみましょう。もうちょっとここ美味しくてもうちょっと食べたっていうねもうこれめっちゃ美味しそうやなと思ってちょっと食べちゃいました、ね、うん。パスタソースはどんな味で作っても美味しいと思うので、この間はね明太クリームソースで作ったんですけど、トマト系のソースで作ってもこういうカルボナーラとかのクリーム系のソースで作っても美味しく仕上がると思います。で今回の分量でほんとパスタソースだいたいこう一袋でね2人前とか入ってるやつだったら一袋で2人分作れますし、ほんとご飯とパスタソースと卵あれば作れるので100円150円あればすごく安価なんですけど美味しく作れると思います。でなんかこれ動画にしようかなと思ったのも、まあ、もうすぐなんか夏休みとか始まる方とかも見えると思うので、結構夏休みのお昼ご飯って何しようかなって感じで億劫な方も見えると思うんですけど、まあ、少ない材料で手軽に作れるのでちょっとこう夏休み困った時にもぜひ作ってみてください。うん、はい、ということで今日はパスタソースを使いながらリゾットオムライスを作ってみた動画でした。パスタソース、ご飯、卵の少ない材料でも安価に簡単に美味しく作れて、この中に入れたトロッとしたリゾットと外側の卵がすごく美味しいレシピだと思います。普通のオムライスも美味しいんですけど、ちょっとこう変わった感じね、中にリゾット入れてもまた斬新な感じですごく美味しく食べれるレシピだと思いますので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイオムー。禁断の組み合わせ。